え、じゃあちょっとリクさん上がってもらえませんか？5分ぐらいでいいので、つらかったら。いや、陸上とかさ、通ってこなかったからさ、聞きたいことがめっちゃある。好きな人はさ、何でさ、どういうあれ、なんかモチベーションでできるのかめっちゃ聞きたいんだけど。あれかな、今イヤホン用意してくれてるかな。お、コラボする。こんばんは。まあちょっと私の声がね、反響してるから、音量下げれます？まあ、はい。あ、今下げますけど、はい。はーい。こんイなヤ感ホンじでつどうけすていか？ただくか。あ、多分いや、OK かな。イヤあ、ホンつけて。OKOKOK。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。今、陸上部入ってるって言ってるじゃないですか。はい。好きでやってるんでしょ？まあ、そうですね。好きでやってます。え、そのさ、入ろうって思ったきっかけは何だったんです？学校の授業、中学校とかは持久走があるじゃないですか。あれで、まあ、2000を走るんですよね、うちの学校では。きっつまあ、本当にみんなついもね。嫌やっていう子もめちゃめちゃいるんですけど、僕ももともと野球をしていたので、あ、そうなんだ。まあ、小学校の頃からやってたんで、結構走ってはいて。で、あと家族でハーフマラソンとかに挑戦するっていう人が結構まあいたすんごっ。で、はあ。そこもあって、まあ初めて走ったマラソンが5キロなんですけど、小学校6年生、6年生で5キロ？ほ6キロっす。う。それきつくなかったです、当時。結構まあ練習はしてたんですけど、まあきつかったですね。でも、まあ、その後が中1日で3キロだったんで、きつかったっす。そうですよね。すごいな。練習するとかやばいな。なんか、マラソンなんかさ、もう本当私、学校のやつで無理やりやらされたやつしか主体的にやったことないから、すごいと思う。家族でやるとか。はあ。え、ちょっと待って、リ僕クはさまあん、も今、といもくつ？と、ギリギリ17ですね、今のところ。今、高3ですか？高3ですね、はい。あ、高3か。すごいね。え、で、中学校、ちょっと待って、中学校も陸上部？野球学校は野球をしていたんですけど、中学が野球か。ほんほはい、ちょっとここでもまあいろいろあって、まあ、1年生の頃で、どこの部活でもそうなんですけど、なんか基本的に、なんかこれ取ってきてみたいな、あれじゃないですか、物質で、なんか虫にこれ取ってきてみたいな、あるじゃないですか。同級生9人いるんですけど、いたんですよね、当時。働かん人が多すぎて、めっちゃ物質まで走ってたんですよ。ああ、なるほど。まあ、でも、辛いな。で、そう、1年生の時に初めて、まあ、持久走やって、まあ、あんまりその時が良くなくって、記録自体が。で、まあ、2年生になって、まあ、小学1年生の頃からもめちゃめちゃ、小学校の頃からたくさん練習でも走ってたし、まあ、そこのダッシュ走って部室まで行ってたっていうのもあるのか分かんないですけど、最終的なベストが1年生から2年生で47秒変わったんですよ。すごだから逆 にそれはすごいな。過去の自分には走っとんの全然間違ってないよって言ってあげたいです、本当に。ああ、素敵だな、それ。でも今となってはネタそですれけめっど、ちゃいい。本当に今ね、そんなこんな風になってなかったらマジで、ね、本当同級生9人とも恨んでたと思いますよ。ああ、そうだよね。あ、それでをまあ機に、ここが野球部をやめそうです。て乗り換えたってことです？やめては中3まで最後までやるんですけど、まあ、ここで多少自分ちょっとに実力あるんやって分かって、で次の年にまた持久走があるわけですよ。でそこもちゃんとベスト更新したんですけど、なんかその持久走の
タイムで、うん、いい子は、うん、あの駅伝走れたんですよね。おお、なるほどなるほど。でも早い子が2007分ちょっとで走って、うん、7分切るとか切らないとかそれぐらいのタイムで走ってたんですよ。うん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 。で僕走れなくって駅伝行けなかったんですよね。ああそうなんだ。うん、まあ、ちっちゃい頃からずっと箱根とかも見てきたので、まあ野球もすごい上手だったわけじゃなかったんで、うん、うんうん、なかったし、まあちょっと中3中2とまあいろいろいじめられたりもして、その時に、うん、まあ、相談乗ってくれた子に陸上のね、まあ転校を勧められて、もう、うん、しちゃおうって思って、おう、入りました。すごいねその経緯。はあ、なんか結構なんかもうあれだね、じ、うんうん。自分で言っちゃダメだけど波乱万丈っすよ自分。多分いや波乱万丈っていうか、もうすごい陸上で人生変わってるじゃないですか。で、ここなんです。そこからまあ1年生で、あで入ってくんですけど、うん、同級生がだいぶ女子多くって男子3人だったんですよね、うん、ああそうなんだ。でまあ先輩たちはまあ男子もまあ、何人かそれなりにいてっていう感じだったんですけど、うんうん、もう今現在のちょっと2年生のことかっ飛ばして今現在のことを言っちゃうと、はいはい、と今自分中3高3か高3の学年の男子は自分だけで、うんうん、ええー、マジかっていう状態です。あら、え、みんな辞めてっちゃった。まあみんな辞めてきました。まあ、先輩たちは普通にちゃんと最後までやって卒業してったんですけど、うん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 、1個上の先輩に、うん、がめちゃめちゃなんかその辞めてった2人と仲良くって、うんうん、で去年の、まあ、コロナあったんで6月ぐらいに初めて外部の先生がいらっしゃったんですよ、ほうほうほう、陸上の専門の、うん、でもその人と、うんうん、その同級生2人相性悪くで仲良くしてた先輩たちも卒業してっからうんいなくなりました。あら、なるほどね。それでよく1人残りましたね。なんて言うんだろう、辞める選択はなかったし、うん、ぶっちゃけ1年生も1年生、まあ、2年今の2年生も結構人数いるので、うん、なんか置いてくのも嫌だったし、同級生ってか自分自身が、まあ、あんまり友達多いタイプじゃないんで、うんうん、これ陸上なくなったら本当に何もなくなるなって思ったし、なるほどね、うんうんうん、ほんと、まあ、去年インハイがなくなったっていうニュース見て体にスイッチ入ったんですけど、うん、まあその休校の時に、うん、まあ、レオル知り合って、うん、そういうことか、うん、そこでもう曲聴いて走る喜び楽しさに目覚めて、もうこれガンガン走るようになって行きました。へえ、すっごい。そこにまさかのレオルが絡んでくるとは。そうなんですよ。だから、まあ、覚えてる人はどれぐらいとか知らないですけど、うん、第6巻ラジオの2回で一応陸上に関わる、うん、きっかけでメール出した。ああ、あれ僕です。そうなんだ、すごーい。ちょっとまた聞き直そう、うん、はい、僕も実は大会前とかも絶対そこの部分だけでも絶対聞いとって聞くんだ、聞くんで、はい、あー、いいねいいね、そりゃもう嬉しいな、一生の思い出ですね。そうなんですよ。しかもって僕一応なんか名前呼び捨てにでとは書いてないんですけど、うん、なんか、まあ、同級生もいなくなって、まあ、自分引っ張ってみたいなことをコーチに言われたんですよ、うん、長距離も自分しかいなかった、男子は自分しかいないんで、はい、うん、それ普通にそのまんま呼んでもらったんで、なんかもう
ヨールスからも引っ張れって言われてんだったらやるっきゃないよねみたいななるんで。おお、いい、いや、いいね、もうポジティブで偉い、素晴らしい、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃいい話だったよ。ありがとうございます。まあ自分でも正直、まあ陸上やってて、うん、まあ最近あった 50m もそうなんですけど、うん、長距離なのに短距離期待されたりとか、うんうんうん、やっぱみんな走るの嫌いっていうのは分かってるんですけど、そう、普通に授業中に走るの嫌やとか、なんかアップ投げとか言うんですよね、うん、うんうんうん、だからまあそういうこともあるんですけど、でもそういう辛いこともあるけど、まあそういう喜びだったりそういうものにも出会えているから、すごく陸上選んで正解だったなと思ってます。いやー、でも大正解だよ、嬉しいね。応援してくれる人たちみんなに感謝してます。特に選考を進めてくれた子には本当に感謝してます、うん、その子とは今も仲いいんですか？そうですね、いろいろ LINE したり、あの、普通に、あー、いいね、連絡取ってくれるんで本当に感謝してます、うん、あー嬉しいね、もう大事にしなきゃね、その子。そうですね、感じで大事にしたいと思います。すごい素敵。ちょっと言いたいことあるんでいいですか？あ、どうぞ。まあ、確かに走るの辛いんですけど、うん、なんかただなんで辛いかって考えた時に何もないからだと思うんですよ、うん、周りに。なるほどね。僕の場合曲聴きながら走ってるんで、うん、別に10キロとか片道、まあそれでもなんとか行けるような気力も湧くし、おー、うん、単純に、ま、コロナがあって最初1500が4分50ぐらいだったんですけど、うん、4分30いくつまで10秒ぐらい縮まってるんですよね。すごいね。もうやっぱただ走ってるんじゃやっぱ続かないし、うん、うんうんうん、だからこそそういう時にやっぱナイキさんも、ナイキシューズメーカーのナイキさんも言ってるんですけど、うん、音楽聴きながらやるとやっぱいい効果あるらしい。うんうんうん、正直、ね、僕自身も今結果出てなくてこんなこと言っていいのか分かんないですけど、うん、聴きながらでもいいんでちょっと走ってみてほしいなっていうのはあります。やった分だけ。おお、なるほどね。いや、経験者は語るから間違いないね。で、野球やっぱどうしてもプロとか行くと3割打てればいい世界だけど、うんうんうん、毎日毎日練習しても絶対どっかでミスるんですよね。うんうん、だから絶対10割も生まれないし、でも陸上も確かにすごい人たちって何年かぶりにベスト出したとかいう人も、まあ、いるけど、うんうんうん、僕ぐらいのレベルなら多分やった分だけちゃんと返ってくるんで、タイムとして。うん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 、なんでまあよかったらまた走ってほしいなっていうのは思います。なるほどね、うん、素晴らしいわこれは。ありがとうございます。あともう一個いいですか？うん、あ、どうぞ。マラソンとか駅伝ってやっぱどうしても長時間じゃないですか。はいはい。で、見てて疲れる人もいると思うんですよ。うんうんうん。で、それで多分陸上あんま好きじゃないって人もいると思ったんですよね。そう。で、あの YouTube やってるのにちょっとライバルの話出してすみません。ちょっとこれは全然全然、やっぱあの陸上で、あの箱根とか出てる人たちは、うん、まあ実際 YouTube やったりしてて、まあ、そういう、あ、そうなんだ。はい、あの、へえ。一人は、まあ、今10メートルで1円で沖縄で今なんか撮影してる方、へえ、いて、うん、もう一人の方はこの春まで
通に実業団にいたんですけど、はい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 、実業団辞めて普通にまあ、うん、走ることもしながら歌も出して歌車で東京から大阪走ってたっていう、なんかすごい人のですね。すごいな、なんだそれ多彩だな、うん、はい、でもなんかそう、でもその実際にまあその人からまあ別に影響を受けてるんですけど、まあ歌うとかそういう意味じゃなくって、うん、うんうん、だからそう、ただ陸、ただなんかテレビで陸上を見るだけじゃなくって、うん、やっぱ今携帯で、やっぱ携帯とか結構触ってる時間多いと思うんで、 YouTube とか見たりっていう時間も、うん、まあなんで希望としてはレオリスの MV10 曲の間休憩ぐらいの感覚でその YouTube 見てくる陸上の感覚ちょっと覗いてくれたら嬉しいなって思いますそれはね、陸上やる好きな人じゃない多分見れないよね。でも、まあ、そうなんですけど、リクさんぐらいだって。でも、まあ、僕でも単純になんか絶対僕じゃ思いつかないことやってるんですよね。なんか小学校の上履きで 1000m 走ってみるとか、うんうん、ああなるほどね、そう、そういう系でやってみた企画ね。だからなんか普通にただ陸上見とるのでつまらないっていう人は、うんうん、もしかするとそっちの方がいいかもなって。ああなるほど、うん、ちょっとその陸上にちょっとエンタメを入れた YouTuber の動画も見てみたら、その陸上の見方が変わるんじゃないかと。そういうことです。なるほど、あ、それはいい提案だね。私もどっちかっていうとその陸上、まあ、別に嫌いじゃないけど、なんか、まあ、ただずっと見ててっていうよりは、そのなんか走ることのその可能性みたいなね、こういうこともできて面白いんだよっていうのを知る機会としては、確かに YouTube っていう入りは面白いかもね、はいはい、あ、そうやってる人がいるんだね。ちょっとあの、はい、もしよろしかったらその名前教えてほしいんですけど、 YouTuber さんの。あのまずあの上履きで線とか走ってる人は、うんうん、タムジョーさん。もう一回言って、もう一回言って。タムジョーさん。タムジョーさんね、へえ、はい、はい、もう一人あの歌とか出してるのは、うんうんうん、中島礼儀さんっていう方で。中島礼儀さん、へえ、ありがとうございます。ちょっと後で見てみます。すごいね、陸上にまで YouTube を掛け算する人がいるんですね。そうなんですよ。まあ今割とでもね、なんか何だろう、大学生がさ自分のトレーニングメニューやってる風景をさ、こうタイムラプスで撮ってね、あげたりとかね、トレーニングメニューとかか、なんか食事の、食事制限こうしてるとかさ、あげたりしてる人もいるぐらいだもんね。陸上もいるか、そりゃ。ああ面白いね。いや、新しい世界が広がるわ。それなんかアマチュアでしかできないもんね。そうですね、プロだとなんか、でもプロでもやってる人いますね、そりゃ。あ、ほんと。え、それ現役で？はい。ほんと？大阪選手普通になんか練習のやつとか上げてたんで、まあ。へえ。あ、そういうことか、そういうことか。まあ自分のね、オフでね。うん。他の人じゃないと見ないかも。出ないですけど、へえ、やってるのは見ました。まあな、それぞれな、スポンサー背負ってるからね、そんな勝手なことはできないだろうけど。そうですね、はあ、イメージを潰さないような動画なら確かにプロでも出せるか。そう、へえ、面白いね、いろんな可能性がありますわ。だからちょっと、はい、まあ、ちょっと赤字になってきましたのではい、ありがとうございました。ありがとうございます。こっちこそ言いたいこと言えたんで。いや、全然全然。学校でこれよかったら、うんうん、陸上の何が面白いか分からへんって何回も聞いてくる人がいるんで、だいぶそれが嫌だったんで、まあその子に対して言ってるわけじゃないですけどうん、うん、別の場ではあるけど、ちゃんと発散できたんで、うん、すっきりです。あ、鬱憤がね、はい、あ、よかったよかった、何より何より、うん、こちらこそありがとうございました、はい、コイン投げてくれた5人の人もちょっとありがとうございます。いやいや、もう多分ずっと聞いてましたよ、みんな。
ありがたいです。はい、ありがとうございます。いきます。いやー、めちゃくちゃいい話聞けたね。私はめちゃくちゃ楽しかったんだけど、すんごいメモした。あの、私普通にさ、これリクさんじゃなくてもキャスじゃなくてもさ、初対面の人とかとさ、あのスカイプとかで喋ったりする時もね、大概手元でメモ取りながら話聞いてるんですけど、いやー、なんかこうリクさんのこう何、まあ、人生をさ大概踏まえてるじゃんね、こういうのって。いやー、めちゃくちゃ面白かった。まあね、いろいろちょっと辛いところもあったから、ちょっと一言で面白かったっていうのはちょっと失礼かもしれないんだけど、なんかそういう、なんか面白いってそういう面白いじゃないですからね。なんかこうその人なりの紆余曲折があって今につながっててっていうのがね、すごいあのいいなってなった。いい話が聞けたなっていうか、いやー、ありがとうございました。まあ、こういう感じのね、あのちょっとまあ5月、まあ、4月後半からまあ5月にかけてやっていこうと思いますので、はい、またよろしければ来てください。というわけで、今回は3枠にわたりまして、配信させていただきました。コインね、ありがとうございました。またしたいと思いますので、皆さん良い休日をお過ごしになってください。おやすみなさーい。バイバーイ。